今回は鉄からの挑戦状、動詞のウェザー知ってますか？はい、C で出てるこれ。さあどれ？あら、いいじゃないですか。これだから引っ掛けるってまんまじゃない、むずくない？だから総計クラスとかで結構解説してた感じです。これ。そうです、始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はもちからの挑戦状ということでですね、はい、解いて極める IELTS 英単語が発売されましたが、こちら IELTS の本なんですが、ですね、はい、まあ IELTS を受けなくてもですね、これ3択の語彙問題になってますので、まあぜひともね、難しい単語を覚えたいよっていう人はね、IELTS 受ける受けないにかかわらず挑戦してほしいんですよ。で、まあ動画で使っていいって言われてるので使います。はい、皆さんですね、ぜひとも見てみてください。リンク貼っときますんで、この本チェックしてほしいんですね。これやって、あ、俺もこういう風に英語勉強しようと思った方、はい、ぜひともご購入お願いします。はい、では1問目いってみましょう。 A library is a large building that なんとか a wide variety of booksWhich you can borrow and take away to read for a limited period of time っていうですね、はい、ライブラリーの定義だね、これね。 Places, houses, weathers ですね。あ、面白くないですか？動詞の weather 知ってますか？はい、 C で出てるこれ知らないですかね。はい、まあ答え自体は houses ですね。まあその hold 持ってるっていうことですよね。はい、ライブラリーっていうのはこういう建物ですよ。 A wide variety of、 はい、TOEIC でも大事だし、大学受験の難関でも大事ですね。はい、たくさんの種類の本で、which you can borrow、 借りれると。で、take away to read ですね、読むのにこう持っていけるわけですよ。で、for a limited period of time、 そこの limited period とかっていうのも大事な表現ですね。限られた時間、限られた期間ってことです。で、face は動詞の場合は、そうそう、直面するってやつじゃないですか。ただこの weather 知らないと思うんですよ。 weather 知ってます？ weather、 そう、 weather にはですね、困難を乗り越えるっていう意味があるんですね。 oh my gosh みたいなね、 weather a storm って言ったらね、このストームを乗り切る、暴風を乗り切るみたいなね。で、どういうニュアンスなのかとかね、どういう語源なのかとかっていうのが、まあこれたくさん書いてありますので、島津さんのですね、語源解説がたくさん載ってますので、ぜひともね、そちらチェックしてほしいんですよ。そう、だから選択肢にも意外な意味を表す単語だったりとか、難しい表現に載ってますので、ぜひとも利用してみてください。そちらチェックしてみてください。はい、2問目いきますよ。はい、Being able to spend time alone and away from your significant other is a 何々 part of enjoying a healthy relationship. Mandatory ambiguous collaborative. Collaborative って言ったら collaborative って言ったりしますけど、はい。さあ、どれ？はい。正解は mandatory ですね。So, mandatory っていうと、義務っていうですね、そっちの意味が浮かぶんですけど、義務だけじゃなくてですね、必須のっていうですね、意味があるので、まあ必須のパートであるってことです。だから、一人で時間を過ごして、で、your significant other っていうのは、まあ例えば結婚してる相手とか、まあ恋人みたいなね、そういう人です。重要なもう一人ですから。っていうのから離れるっていうのも必要な、ね、もうパートなんだよ。何するのにって言ったら、健全な関係性ですね。っていうのを享受するのにって言ってるわけです。まあなかなか、ああ、こんなコロケーションでも使うんだなと思う。ネイティブが全部作ってますからね、問題ね。Ambiguous っていうのは曖昧な、複数の意味に捉えられるっていうものですよね。で、Collaborative はコラボレートするので、コラボレーションとか言うじゃないですか。共同のなんていうやつになります。はい。まあ、詳しいね、語源とか、いろんなコロケーション載ってますんで、本ですね。チェックしてね。はい。次いきます。There's a reason why people become なんとか、even at the cost of morality, they are successful in their particular goals. って言ってますね。はいはいはい。で、versatile, infamous, productive、はい、人々はこうなるって言ってて、 even at the cost of morality ですから、モラルをコストに犠牲にしちゃうんですよ。モラルを犠牲にしてある目的を達成しようとするって言ってるので、だから悪い意味の単語が入るはずなんですね。だからここは infamous ですね。だ、悪名高いとかってやつですか。 famous はいい意味だけど、 infamous はマイナスの意味ですね。で、 versatile っていうのは、これまあトイックでも出たことありますけど、まあ用途がね、いろいろあるとか、そう、多彩なとかってね、人だったらそういう風に使いますね。で、productive、生産的なも、これもいい意味ですから、だからマイナスの意味になっている infamous だけが正解で。これよく、まあ、空所補充問題でね、答えを出すときに使える技じゃないですか。プラスマイナスを考えるってやつね。で、ちゃんとね、この verse、verse は方向を表すとかね、いろいろ載ってますから、本当にいろんな語源とミニ情報が書いてありますんで、ぜひともチェックしてね。
はい、続いて The point of being a friend is not to be conciliatory and なんとか but to tell the truth even when it might be difficult to hear。 あら、いいじゃないですか。これだから引っ掛ける気満々じゃない、むずくない？ Invisible, obedient, moderate っていうですね、はい、これなかなかむずいと思ったけど、どうできます？ The friend であるってことのポイントはこうであるんですね。で、not to be conciliatory and なんとか、conciliatory となんとかじゃないって言ってます。だからこの conciliatory を知っていれば推測できるんだけども、なかなか難しいですね、これね。まあなんかこう怒ってる時をこう落ち着かせるようなやつだよね。そう、だからそれと似てるものっていうのは、obedient ですね、これね。服従ですね。こう落ち着かせたり服従することじゃない。そうじゃなくてって言ってるんですよ。これだから not not bad の構文だってわけよ。not bad の構文だっていう風にちゃんと見抜かないといけないですね。そうではなく、落ち着かせたり、大丈夫だよ大丈夫だよ、怒んないで怒んないでみたいなね、言ったりとか服従したりとか、そういうことではなくて、事実を伝えてあげることだって。たとえその事実っていうのが、ね、聞くに耐えないような時であってもってですね、聞くに耐えないかもしれない、そういった時でもねっていう風に言ってるわけですね。 Invisible は目に見えないですね。 Moderate って穏やかな、適度なっていうんですね。あ、融和的って訳してるね。そう、融和的でったり従順であることではなく、聞きづらいような事実でやっても伝えることだよっていう風に言ってます。これいい問題だなと思った。続いて His なんとか love for her was brutally cut short by her father's decision to move the family abroad。 あー、かわいそう。Missing, bargaining, demanding、ね、はい、これは英検1級の勉強にもなる単語ですけど、はい、答えはこの love 対象の bargaining ですね、はい、この燃え上がるようなこう急成長ガーッと上がるやつね。まあ新聞なんかでもね出てくるよね。 bargaining の目ですよ。この目がブワーッと出ていくね。だから総計クラスとかでは結構解説してた単語です、これ。ぐわーっとね、ラブがぐわーんと急成長していく彼女にへのねっていうのが、もう残酷にもですね、brutally ですから、カットショートでも切られちゃった。By her father's decision ですね。父親がもう家族で海外引っ越すんだっていう決めた、その決心にね、よってもう途絶えちゃったって悲しい。Missing というのはないことですね。行方不明だったりとか。Demanding というのは要求が多いことね。これやってよ、あれやってよみたいなね。Demanding job みたいに仕事にも使うし、Demanding boss みたいに人にも使うよね。はい、そんな感じですね。IELTS に役立つ語がいっぱい並んでるんですけど、それだけじゃなくて普通にもう単語の勉強になる、そして文中にいろんな役立つ表現載ってますので、英語の学習、まあ上級者の英語学習にもまあ役立つものになってるかなと思いますので、ぜひともこちらチェックしてみてください。はい、まあ、語源がいっぱい載ってるんで、島田さんがたくさん語源だったりコロケーションをブワーって書いてありますので、ぜひともねそちら見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、まあこういう風にね動画に使わせていただけるということで、はい、プロモーションに使わせていただけますので、ぜひとも、はい、もっともっと問題解きたい、もっともっと解説欲しいっていうんだったら、ぜひとも高評価チャンネル登録お願いいたします。はい、こうやっていろいろ解説していきますので、これからも絶対見てくださいね。何問解けました？